このエリアでは1883年から1884年、明治16年から17年にかけて関ヶ原、大垣と西から関節鉄道が開通したのが始まりでした。1886年、明治19年3月には関節鉄道が竹豊から熱田まで開通し、4月には熱田から清須まで延伸します。これにより現在の竹豊線が岡崎豊橋方面より古いことがわかります。1891年、明治24年10月28日、濃尾地震が発生。関節鉄道の浜松・米原間と大府・竹豊間が不通になりました。1909年、明治42年10月12日、この時点での関節鉄道のすべての路線に名前が付けられました。
1949年、昭和24年には日本国有鉄道が発足しました。1959年、昭和34年9月26日、伊勢湾台風に襲われ、関西本線の八田四日市間が不通になりました。1987年、昭和62年、国鉄が分割民営化され、JR グループとなりました。1988年、昭和63年1月31日、岡田線の新豊田から構造寺までが開通し、同時に第三セクターの愛知環状鉄道線となりました。
ご覧いただき、ありがとうございました。